はい、京都駅着きました。はい。道美散歩始めましょうか。まず、はい、ちょっとこの荷物が、はい、多いもんで。多いもんで。そして EXPG が、はい、京都にはあるということで、甘えまして。甘えまして。まずは EXPG に、はい、まずは荷物置きがてら、ちょっとご挨拶行きましょうか。そうですね。はい。EXPG 京都校。写真を載せてみて。よし、この辺で馬飯はありますか。あ、馬飯ランチ、はい、ランチでは終わりやっていうお蕎麦屋さんが歩いて15分ぐらい小雪通りというめっちゃなんかでかい、はい、通りがあるんで、そこ越えてスキヤがあるんですけど、スキヤ、はい、スキヤをまた越えたら越えて右よし今から終わりや終わりや、お蕎麦屋さん、はい、はい、行きましょう。進めていただきましたからね。チョウさん、蕎麦好きですか。めっちゃ好きっす。俺、この世で、はい、蕎麦一番好き。あの、10割蕎麦とか、うん、8割とかね、うん、結構なんか俺、さっきのスタッフさん、うん、怖いなと思ったのが、うん、歩いて10分、5分って言ったんですけど、はいはいはい、10分寄りの5分だと思うんですよ。あの、さっき教えてもらったスキヤが、はい、今、はい、僕らの目の前に、すいません、息切れてますね、現れてきました。チョウさん、今、うん、なんと34度、はい、そして湿度が 51%、はい、ベトベトです。ベトベト。どれ？どこ？どれどれ？どこ？すいません、終わりやは近いですか？終わりやは、後輩行ってます。あ、入るんですか？あ、危ねえ、聞いといてよかった。裏側が危ねえ、聞いといてよかった。終わりや。もう歩くのは終わりや。うまい。ああ、到着。よっしゃ。到着です。終わりは。こって YouTube とかに上げるぐらいな動画撮影はありですか？ご自分で全然大丈夫です。ありがとうございます。はい、すみません。うわ、すげえ。なんかね、いいね。うん、好き。匂いがいいまず。最高。雰囲気が。感動。そうだよ。創業先ほど500 53 553年、すごい歴史あるお店ですよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。美味しそうな名物。はい、いただきます。お好みの薬味をお蕎麦の上に乗せて、ほうほうほう、これをこう食べるんですか。そうや、明日で最初それでいった。ああ嬉しい、なんかもう幸せで、これをかけるとどうですか。めっちゃうまい。うまい。これ、あ、本当に最高。あかん、幸せ。これは確実になんかお腹が出た。お腹すかしといてよかったね。卵丼もつけたんで、いただきます。三章漬け、三章払うために来たからね、これは。最初、グッ、じゃんけん、グッ。最初、グッ、じゃんけん、グッ。
しょ。めっちゃ。うわくそ。買っちゃった。払いたかった。そうですね。払いたかったですね。ペイジワンと、ご主人ちょうどですね。ありがとうございました。ありがとうございました。着きました。着きました。平安神宮。平安神宮。うわすごい。いや。壮大。うわ広いな。広いっすね。すごい。もう。これはでも、ええわ。良きですか。良き。この最高です。入場料。行きます。行きます。じゃんけんします。じゃんけんします。はあ、よし。さっきまで末勝ったから、ね、はあ、次ちょっと勝たせていただきますよ。行きますよ。負けないです。最初はグー、じゃんけん、ほん。最初はグー、じゃんけん、ほん。お世話になりっぱなしだな。勝ちたかったな。よいしょ。はい、勝ちたかったな。そう、勝ちたかった。すっげえ勝ちたかった。桜咲いてる時とかこう最高なんですよ、きっと。これが桜の木で、しだれ桜なんですよね、これね、全部しだれてるわけですよ。しだれてるんですね。春はね、はいはい、はい、庭園感がすごいね。そうっすね。うん、いいっすね。でもほんと涼しい。涼しくなった、ほんまに。なんだ、なんで急にこんな涼しく感じるんだろう。やっぱ木あ、緑が、はい。なるほどね。お土産橋にしね、うん、いいと思う。お、黄色、ドーベルカラー、これ良くない、この黄色、これしよう。なんと箸に名前が入ります。入ります、ね、名前入りますから。プレゼントどうでしょうか。いいと思います、いいですね、面白い。いきますか。これ3連勝した男やな。そうですよね。まあここ行きますよ、ね、取りに行く、はあ、ここも、はあ、よし、じゃあ行きましょう。3勝で準備、うん、しゃー、ここぐらいだ。もうジャンケンダメだ。やった。大きいね。大きい。着きました。おお、来ました。はい、ここでなんと、ドビ君、ドビ君、なんと来てくれてます。来てくれてます。ありがとう。来てくれてます。ありがとう。はい、いきなり続きです。はい、すべていきなり続きです。はい、はい、来てくれてます。はい、ということで、ここの会場で8月25日に、ライブで帰ってきます。